つでもどこでもグリーンオン、ということでですね、本日、新年一発目、皆様明けましておめでとうございます。昨年は、いろいろと、皆様のご声援ですねいただきまして本当にありがとうございました。今日は、視聴者様からいただいた、リクエストですね。でレンジャーのメンバーのクラブセッティングという形で動画を撮らせていただいてます。でもできてる素材があるので、それを見ながら、僕がいろいろとコメントをさせていただこうと思ってますんで、最後まで見ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃ早速見ていきましょう。いつでもどこでもグリーンオン。バカにしてるんで絶対にバカにしてます。こんばんは。どうもサカナクションです。サカナクションじゃねえ。サカナクション。サカナクションです。今日ちょっとね、クラブの、あの紹介をちょっとしてほしいですよ。何を自分が使ってるかっていう。興味ありますかね、僕の。いや興味ありますよ。撮った時が興味ある興味ある。これイエローのイエローとブルーの店で撮ったんですけど、130叩く。クリスマス前だったんですよ。持ってる。最近130叩くで。いや最近叩かない。ちょっと叩かない。場違いですけど。でもまあこの間だったので、二人で回って110。108、そう全然いいじゃん。全然よくないじゃん。全然よくないじゃん。最近パンをかけてね、なんかチャラチャラしてますよね。確かにうますぎです。本当ね、今回は、ちょっと視聴者様からの、レンジャーさんが、メンバーどういうクラブを使ってるのかって紹介してほしいっていうコメントが来たんですよ。僕入ってました、それ。いや違う、レンジャーだから大丈夫です。全員あ、本当ですか。そう、あー、よかったで、いうことで、ちょっとクラブ紹介をしてほしいんですよ。あー、なるほど。じゃまず、バックからいきます。バックかっこいいね。ナイキちゃんのナイキ。そうなんです。これね、すごい、最近言ったらバッグ高いじゃないですか。高いね。でやっぱり20代30代で、ゴルフやってる人たちには高いわけですよ。ということで僕ら見つけて、ある日ゴルフ場行ったんですよ。ブルーと、狙ってたゴルフバッグがあって、でナイキはもうその何ていうんですか、もうグローブだったり、ウェア以外はもう生産中止。あ、そうなの。いやもう入ってないんですよ。へえ。でもうあとはボールがあるかなないかなぐらいだったんですけど、そうしたらなんとね、俺驚きました。15,000円のやつ。安っ。これ安っ。で超軽量。これナイキなんてどこにマークあるの。え、ナイキのマークはどこにあるの。もうスウォッチ入ってない。あー、そこはね。ええー、本当だ本当だ。そう、はい。これ15,000円です。安いね。でもブルーと衝動買いで色違いで。色違い、ブルーはね、ブルーがあったからブルー買ったんですよ。そう、イエローはなかったの。そう、カモフラしかなかったんで、ちょっと、はい、カモフラ買っちゃう。15,000円、安いと思います。安いね、ね、確かに。そうなんです。ドライバー、アイアン、ブルーとイエローはウッド、高校からの同級生なんで、ズームも本当仲良しですね。これね、一緒に仕事もやってて、すいません、これ知ってるよって方は、好評だった飛ばしていただけたらいいんですけど、僕以前にやってるんですよね。あ、そうなんだ。葛西っていうクラブショップ。ダバードと。あ、そうです、ダバさんが助けて。ダバさんと。まずこのドライバー、ロケットボールズ。そう、RBZ って呼んでる人もいれば、ロケットボールズっていう、テーラーメイドのロケットボールズ。これドライバー 10.5 度ですね。だなかなか球が上がりやすいんですよ。これね、悩んでるんですよね、この打ち込み気味の僕のスイングに、これね、ある意味合っちゃってるんですよね。パッカーン上がるんですよ。パッカーン上がります。上がっちゃダメだよね。上がっちゃダメです。だから飛ばないのかな。S、はい、これノーマルです。うん、ノーマルね。はい。で、グリップちょっと削れちゃってるんで、新しいの買いました。あ、買ったの。そう、最近。うわ、1ヶ月2ヶ月前ぐらい。あ、そうなんだ。へえ。はい。それで調子良かったわけね、さっき。まあ、ドライバーもね、暴れないですよね、最近。最近イエローも結構ドライバー調子いいですからね。動画に出てくるよ。あ、そう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 、ちょっといいね。そう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 、こうやってこうやってずっと遊んでる。おおおお。じゃあ次いきます。ウッドです。ウッドも一緒。 RBZ です。 RBZ、 はい。これ3番と5番持ってます。3個どっちも RBZ。 はい、もう全部 RBZ です。あ、すごいね、ちゃんと揃えてんだ。いや、一応ね、形から入るタイプなんで、僕は。で、これが3番と、5番と。で、フレックス S。
これも S です。 S はい、うん、S です。もうノーマルのシャフト使います。はい、最近 4U 使ってるよね。使ってますよ。それもアルビゼット。アルビゼット。アルビゼット。スチールシャフト。スチールシャフト。これがね、スチールがまたアイアンと同じ感じで触れて、これ、ね。それあれだよね。ダバードさんと一回その傘行った時に売ってらせてもらってこれいいっつって、そう、スチールシャフトだよね。そう。うん、これね、もう事務所に、ね、他でも言ってますけど。眠ってた。僕の方が先に言ってます。あ、そう。ちなみに俺ダバードさんのあの動画の前に。はい、俺3番勇気を買ってスチールシャフトめっちゃいいよって言ってたけど全然仕方してたよね。本当に。じゃあ次アイアンいきます。アイアンは、5、6、7、8、9、P、 全部一緒です。でしょ。全部一緒で、まあ、これも RBZ。RBZ。RBZ。それは、はい、シャフトは。これシャフトが、NS プロ。NS プロ。はい。NS プロの、S ですね。NS プロに広がったなんてすごい後悔しました。けど NS プロダイナミックゴールドなんで。いいよね。まあ、振りやすい方だと思います。ね、はい。いいと思います。ダイナミックゴールドよりは、まあ、柔らかいと思います。ですよね。俺、ダイナミックゴールドなんだよ、使ってんの。だからダメなんだよね。力ねえのにね。次いきます。はい。ウェッジ3本。いきます。クリーブランド。クリーブランド。これが50度。54度、58度。いいの持ってんね。これ4刻みで、クリーブランドの、588RTX、うん、2年前、3年前ぐらいかな、うん、の方ですよね、うん、多分これは4度違いで買って、うん、いいね、はい、いい番手違いで持ってる。番手違いで、はい、まあ、一応こういうのだけはちゃんと知識入れて買ってます。パターンですね、最後、テラメイド。テラメイド。スパイダー。あれ、これもしかしてなんか、はい、プレゼントでもらったんですか。あ、そう、これたぶんあの、ただです。この、ネオマレット式のこのパターが非常に使いやすい。使いやすい。フトグリップのガッチリしたスーパーストロークの、はい、これ使ってます。パターはね、何の問題もなく、まあ、その日 の、 ね、コンディションによる感覚で、はいはい、もう感覚で、センスなんで、パターは。なるほど、はい、いった感じですね。いいの使ってるね。なんでこのクラブを買ったの。自分で揃えてゴルフやり始めて2年前に、はいはいはい、って感じ。いや、これがまた、ブルーが使ってたんですよね、これ。あ、そうなんだ。そうなんです。で、ブルーがちょっと違うの買い替えるっていうから、はい、なんと1万円で安っ。マジで1万円で安っ、はい、じゃあ、はい、あれなんだ、クラブフィッティングしたりとか、はいはいはい、ってことは今までにはない経験はないんですか。ないんです。ないんです。ポケットコンディションセットが1万で買えたのに、いい感じだよって、取りやすいからって、じゃあ1万円で打つといいよでね、これからゴルフを始めようと思ってるとか、うん、まあちょっとその周りに始めたいみたいな人、まあ、なるべくその周りが買い替える時とかがチャンスです、ね。まあそうだよね。そう、いいよ、2万円でいいよ、3万円でいいよみたいな。やっぱりさ、そのゴルフ高いよねみたいな、揃えるのも道具も高いじゃんみたいな感じで言われるから、なかなか人口増えないって言われてるけど、まあそうね、譲ってくれる人がいればね。そうそうそう、そこからスタートして、まあ、とりあえず100を切るまではそのもらったクラブないし、安く買ったクラブでプレーするのも、うんうん、じゃああれ、そろそろ、はい、ね、100切ったから、はい、まあ、このテーラーメイドちゃんも卒業する。まあ卒業しようかな。いや、狙ってるクラブは正直あります。100を切ったんで。100を切ったんで、はい。次狙ってるのは、あのね僕、まあ、野球上がりですけど、うん、まあ、体のラインが細いんですよ、うん、なんで、まあ、ちょっと考えてるのがカーボンシャフト。おお。ではあのシニアの方とかが使う、うん、プロでもカーボン使う。最近増えてるよね、カーボン使う人ね。そう、で、なんか噂だとプロでもいるんじゃないかね、うん、っていう人もいて、うん、要はもう軽く振って、もうミート率を上げて、うん、ちゃんと飛距離を出そう。NS プロをダイナミックゴールド振って一生懸命って力んでダフルダン、トップダンやるんだったら、まあ、自分のスイングを固めて、うん、カーボンの方がいいんじゃないかなって。それもフィッティングしに行って。そう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 。それじゃあ動画撮っちゃいますか、グリを。え、なんか買う手なんですか。買う予定です。あ、予定です。あとは、シャフトのカスタマイズ、うん、みたいな、まだお金がかかるんで、うん、自分がもう要は80台とか出せるようになってからそういうのやろうからみたいな。そうね、まあ、そう、せめて90切ってからだよね。え、そう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 、うん、で、安定して、まあ、とりあえず100を切る段階までいってるんで今は、うん、で次は新しいクラブ買って、うん、
またそれはそれで楽しみ。あ、そうね、使ってるボールって、はい、なんかこだわりありますか？あ、ボール違います？うん、ボールは、うん、ロストですロストです見ます？え、見る見る。10個入りで1200円ぐらいだと買わないと。いいです。あ、高いね、球の方がいいよなんて。いや、僕もたまにロストは使います、ね、ただでもローリー・マキロイとか、あの、うん、ジェイソン・デイセンぐらいまでいかないと、うん、やっぱね、あんまね、ダメなんですよね。今ちょっと最近ハマってるのこのブリヂストンのロストボールね。へぇー、こんなのね、1200円ぐらい売ってるの。10個、10個、安いね。そう、打感とか、打感は気にしない。気にしないね。うん、まっすぐ飛べばいい、ま、うん、っすぐ転がればいい。そう、まずはそっから。はい、ビギナーの味方、どうも、サカナクションです。サカナクションって言われた。続いて、ブルー編です。おはようございます。おはようございます。今日は、はい、ブルーの使ってる、はい、ゴルフクラブをちょっと紹介してもらいたくて、はい、動画撮ってるんですけど、はい、でも早速いっちゃいますか。なんかこの間イエロー撮ったんですよ、はい、そしたらなんか同じゴルフバッグ使ってるって言ってて、色違いよね。あ、色違い、ね、あいつ迷彩使ってて、うん、俺安かったんですよ。なんか、ね、1万5000円してた。軽いバッグ探してて、うん、ネットで探しても全然出てこなくて、どっかのゴルフ場行った時にちょうど在庫が1個1個そのちなみにイエローと俺のが残ってて、ブルーが買いました。この間ドライバー買った時の、ここはないの？ここはないの？いや、あるんですよ。アリガイさんのイエローは付けてます。俺は取ってます。なんか上手い人は取ってるイメージですよね。うーんじゃあまあ早速ね、ちょっとクラブ紹介を、はい、パターから行こうか。パターから、下から。じゃあパターからですね、うん、パターがなんすかね、オデッセイなんですけど、これはいつぐらいから？これでも半年前ぐらいかな。親父に会いに行った時に、うん、あ、パターやるよって言われて、あ、もらいもん。そう、うん、で、もらったパターがこれ。オデッセイ。メーカーはオデッセイ、うん、ただ分かりません。メタル X ミルで、親父が4万セルです。ほう、いいやつ。で、なんかこことここの重さはバランス変えられるんですよ、うん、変えられないですけど、重りね、こう重りがもうない15と30だ。いや、もう15と20で微妙に重さ違うの、うん、だけど、こう重りないから。重りがないってどういうこと？でこれ変えられるんですよ、20にできない。もう要はバランスよくできたり、この自体がなくなっちゃう。そうそう、要は引っ掛ける人はなんかこっちを変えたりとかできるんだけど、変えられないってことね。この状態で渡されてるから俺この状態でやるしかないっていうじゃあそれに合うスイングをしようってことな。そうそうそう、これに合う打ち方をしないとっていう、結構ハードモードなんですけど、まあ一応まあ親父からのもらい物なんで、一応もらってきました。じゃあその次、サンド？サンド？うん、タイトリストのボーケ、うん、で、60度だけちょっと違うんですよ、なんか多分このバンスのなんかが違うのかなと思うんですけど、ここが削られてんだ。そう、うん、M グラインドなんですよ、うん、でも、56、52は F グラインド。だとこの多分バウンスの形ですかね、形状の違いで揃えればよかった。いや、確かね、58ぐらいからこれが多い。このカットされてるやつが滑るよ。そう、ピッチングから5番、ピッチングから5番ですね。 PE98765 これ、うん、が全部、タイトリストの、AP2 の716、うん、で、シャフトがこれないけど、ダイナミックゴールドですね。はい、うん、S200 の S200 だけど、ブルーぐらいの力があれば、ね、ダイナミックゴールドでも重い、ね、いいのかなとは思いますけどね。軽く振りたいですけど、まあ、買っちゃうと子供だって買っちゃったもしょうがないんで、うん、それやばい。でもなんか書き込みっていうか、その口コミで、うん、いや、ダイナミックゴールドでしょみたいな、男はそう、男はダイナミックゴールドでしょみたいな書いてあって、うん、それを鵜呑みにしちゃった感じですね。でもやっぱりね、いろいろ振ってみたら、やっぱりモダスのがやっぱ振りやすい。もう男はダイナミックゴールド、俺もそれ同じで俺もそれで買っちゃってるからね。ウッドがこれ今気になる人いるから、常に裸なんですよ僕のウッド、うん、なんでかっていうとゴルフ場行くたびに落としていくんですよ。え、なくしてんの？そうそうそう、全部、もともと全部ちゃんと皮かぶってたんですよ、うん、全部皮かぶってたのに、うん、
いつの間にかもう3本とも全部皮むけちゃったみたいな。マジで？そう、はい、もうむき出しです一応基本的に全部一応使ってますね、うん、いいよね、当たってるよねこれはね、当たってるんやから、ね、うん、当たってます、うんうん、合ってる、うん、そしてじゃあ俺一番これが振りたいか聞きますか。今ちなみに撮ってるのはアリガエンさんの駐車場。はい、ここあの大田区のアリガエンさんですね、うん、大田池上店さんの、はい、駐車場で撮影をしています、うん、はい、はい、で今ついさっきつい5分前ですかね、はい、つい5分前僕が、はい、選んだ自分で初めて買ったんじゃん。そう、自分で初めてドライバー僕が買いました。新品でね、生まれて初めて、うんうん、あ、ドライバー自体をね、ドライバー自体を単体で買ったのは、うん、僕33年間生きてきて初めてです。お、はい、ちなみにさっきまで使ってたドライバーも俺があげたドライバー。ああ、あれはもう、あ、これシリーズ一緒よね。そう、これと一緒よね。もうあれはもう粗大ゴミです、粗大ゴミ下取りだけが良かったか。本当だ、本当だわ。あ、何も言ってくれなかったですね、そう、これがですね、見てーな、早く、じゃあ開封、見てーな、開封、まだまだビニール、ビニールついてる、まだビニールついてるから、ね、ビニールついてるんですけど、これはまあとりあえずいいです。この開封は、うん、あのコンさんと戦う時に剥がします、うん、え、それまで打たないの練習しろ、練習しろ、開封の儀はそこで今開封しよう、今開封した方がいい、うん、今開封しましょう。まあ実際もう対決終わってるんであれですけど、名前なんだっけ、ボロボロに負けましたからね。めぐみ、チャキチャキ、これチャキです。乾杯ですよ、乾杯。チヤキ、僕の一番最近の元からの名前。別に引きずってるわけじゃない。一番引きずってるわけじゃないけど、一番要は癖が強かった。かっけえな。うわ、めっちゃ顔映ってる顔。ピッカピカですよ。ピッカピカ。すんごいね。あ、シャフト、シャフト、シャフトね、シャフト、このまあね、 TS2TS3 じゃないよTS2 で、セッティングが、うん、まあ、これは通常のセッティングですね。 9.5、 9.5 で本当に良かったのかな。はい、で、シャフトが、うん、ツアーエディグラファイトデザイン VR6SS いやー嬉しい。もう全部高くなってんじゃん、はい、ここで素振りして火花散らしてさ、いや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 、あの弁償しまっていいですか。もう余計なこと言わないでください。最後にボールが別に日々変わるんですよ。でも最近よく使ってるのはテーラー、テーラーの、なんだっけな、高いやつが一番いいやつ、なんだっけ、でも TBX じゃないやつ、あ、そう、 TBX じゃない、うん、なんか高いオンラインのやつと、これおすすめ、うん、飛距離を出したい人、うん、それさ、あれだよね、ボンバー D1、 これ、海ゴルフでさ、釣りおばさんがやってて、本当これが飛ぶって、やばいやばいって、わ、最近それ使ってるんでしょ。分かってますね、飛ぶんだ、そう、これは飛びます。あ、そうなんだ。これはその飛距離を重視で作られてるボールなんで、多分飛びます。はい、しかも安いんだ。安いですよ、これ。これ、このワンダースって、このワンケース、ワンダース、ワンケース。ワンダース。2000円以下。1800円とか。そうそう、買えちゃうんですよ。あれ、普通のボールと一緒だじゃん。だからコスパがいいんですよ、うん、もちろん高いボールには勝てないですけど、これは多分コスパがすごいいいと思う。その中でもめっちゃ飛ぶらしい。あ、そうなんだ、うん。まあでも今後ね、やっぱり、うん、オールタイト目指しますか、じゃあ。うん、そうだね。この3本、これから。これじゃあこの3本粗大ごみ行きで、ユーティ入れたいんですよ。正直このセッティングに満足してなくて、やっぱりその180から190ぐらいの距離がない、うん、なるほどね、うん、で7いらない、7番ウッドが一応多分180、190ぐらい距離だとは思うんですけど、こいつのブレが激しいんですよ、ユーティ入れたの。そうだったらユーティ4番ユーティとかでいいかなって、ウッドは2本で、うん、ということでイエローブルー編、あんまりコメントすることがないですね。もう中で動画の中で喋ってるんで、あんまり喋ることなかったですけど、まあ次週は、あ、次週じゃないな、明日ちょっと分かんないですけど、レッドと、まあ、僕のクラブセッティングをちょっと説明させていただければと思いますんで、また次も、見てください。よろしくお願いします。